おはようございます。チラ眠いと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、オフ会終わりです。一人だったけど、はい、というわけでですね、今回はね、すでにね、ちょっとね、まあ、やっぱ旬な企画を用意しております。行ってみよう。はい、というわけで今回はですね、バトルロードモードやっていきたいと思います。まあ、まさかあれはね、魔王戦からね、始めますよ、今回はね。悪の化身といえばあの方か、竜王。いや、人間タイプがスキャバトルは全然見ねえな。俺究極炎出たんだよ、出すわ。俺究極炎って出たんで、ちょっとスキャバトルちょっと究極炎出したんで、ちょっと早速使ってみようと思います。はい、ね、新2弾のね、究極限モンスターの登場ですよ。行きましょう。魔人行きます。ダークドレアムの登場です。あっ8000を誇るね。うん、行くぜ。うおついに自分でも扱えるっていうね、このいや、これで戦っていきます。究極限モンスターで戦います。よろしくお願いします。いや、もうね、新2弾の究極ゲームモンスター、ダークドレアムね。はい、もちろんモンバトルも出演しておりますね。ストーリーをクリアすることでね、使えることができるというね。もう早速こいつがめっちゃ強いんでね、もうガンガン行きましょう。もうね、力が999っていうね、モンバト界の一番高いね、力を誇るんですよ。まあ、HP も8000あるし、打撃に行って、おーっと、混乱はするなよ。世界の半分来るぞ、こっちが。大丈夫か？おいおい、さすがにな、まあね。はいはいはい、行きましょう。まずは魔人の剣技。はい。はい、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 はい。これもうスキャバトでね、めっちゃ見たと思うよ。ほら、もう。1295。はい、ギガデインも行きますよ。はい、ギガデインね。稲妻力がとどろく。はい、ギガデイン、うん。はーい。1658。もう何ですかね、本当にね。もうこんなダメージいるんですよ。もう。すごいですよね、本当にもうね、語彙力なくなっちゃいますよね、ここまで行くとね。はい、いや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 、もうね、これが究極限モンスターってやつですよ。はい、あ、行きますよ、もう一発ね。はい、ギアデイン、うん、はい、うおまあね、基本的になんかこういうお祭りゲーにおいて、ダークドリアムってめっちゃ強いじゃないですか、基本的にはね。基本的にはもう大体ダークドリアムで強い扱いじゃないですか。もうめっちゃ強いですよ、本当に。もうほら、もうこんなん、もう全然くれてる。全然聞いてない、ほら。もうここは凍結稼働ね。そう、ダークドレムの行動は絶対凍結稼働が入ってるから、あまりね、そう、ちょっとね、小回りが効かないんだよね。まあ、次の3体目はどっちも攻撃なんで、まあこれで竜王がね、パッと倒れると思います。まあ、柱の釘合わせしようと。まあこれですから、はいはいはい、もうね、全然効かないですよ。もう最強ですからね、マジにダークドレムの時からもうね。もうこれをね、ペア体制のランニング使われた日にはもうね、はい。まあ、竜王の杖が飛んでくる。あー、結構効くね。まあまあ、でもこれで行きましょう。行くぜ！必殺！電撃一閃！ギガスロー！うわ！強いなぁ。強い！ダークドレムは即死してしまうという光景はね、もう間違いなく予想できるんですけど、このゲームには即死なんてありませんしね。つまり死ねということです。竜王、つまり死ね。さあ、行きましょう。究極限モンスターの力を思い知らせてやれ。行くぜ。うん、電撃一閃。うわぁ、ギガスロー！うわぁ！すんげぇ、マジかよ。もう1600ですからね、まあね、はい。さあ、邪悪を滅ぼす、十字の先行、グランドクラス。はいはいはい、豪快に映ったよ。うん。ただやってんなぁと思ってた。行くぜ、ギガデイン。はい、うわ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 、いやいやいや、強いね、マジで強いなぁ。1800やで、1800、ほんともうすごいね。行くぜ、電撃一閃、あ、ギガスロー。うーわ、もう倒しきっちゃいそうですもん。まあ、ベギラゴン、うん、まあ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 ね、もうダークドレアムさん、こうやってもうね、打撃に強いし、本当に大魔王強いね。はい、大魔人の剣技当たっていく。はい、
はい、強い。もう次で終わりですよ。というか、ね、勇気溜まってますね、こっちの。なんならこっちの、まあ、勇気、魔力、うん。魔力溜まってるんで、もう勝ちですからね。何をしようが。はい、ここでね、もう終わりですよ。スキャバトで出るかどうかわかんないですけど、ダークドリアもね、切り札がありますよ。ライダーキックと呼ばれております。そう、ダークドリアの切り札はね、俗に言うライダーキックと呼ばれております。はい。行きましょう、ライダーキック。行くぜ！はぁもうね、これスキャバトで出たら面白いな。あ、行くぜ。雷鳴剛弾曲行くぞ、究極限の一撃。くらえ！ライダーキック！あ強い！というわけで、まあ、バトルビクトリーのね、遊び方としては、こうやってペア対戦があるんですけど、ダイエクドリアムとかダイマオカードってペア対戦でも使えるんですよね。何言ってるか分かんないと思う？まあ、何言ってるか分かんない。何が分かんないんだよ。はい、というわけでね、こちらのチームね、スキャン完了しました。2チームとも。ね、普通だったらこうやって、スキャンして、2対2のチームね、まあ、計12体でね、戦うことができるんですけども、まあ、大魔王をこの場に持ち込むことができるんですよ。はい。まあ、やってみては、まあ、見てみりゃわかります。はい。魔人ダークドリアムをね、ここでね、A を押すと、はい、スキャンできちゃうんですよ。つまり、まあ、つまりですね、これにより、まあ、大魔王としての喧嘩もできるし、本当にね、遊びの幅はマジでこのゲーム広いのよ。はい、なのでね、こっちが考えた12体のチームを奪わさせる大魔王とかいうね、チンジが発生します。はい、このように。いや、もうこれはね、ひどいけどな。ね、向こうが魔人を召喚してることでね、チンジ発生。HP8000 というね、なかなかね、こちらのチームをね、もう2チームでは到達できない8000というね、とんでもない HP を持って登場します。これをね、ペア対戦ではもうほとんど見なかったからね、一応実況はできなくはなかったんですけど、この光景はなかなかなかったかな。はい、というわけでね、戦闘始まりました。こちらの6体のチームはさすがにダークドリアムが、なんだなんだなんだこれは。はい、これで、ね、6体はさすがに1体というね、まあ疑似2人プレイというかね、まあ、全く疑似2人プレイの時とは全く違う感じになるんで、レジェンドマンの技は基本的にランダムじゃないんですよ。基本的に固定なんですよね、何かしらの技が。なので、何かしらね、ただ、やっぱこうやって2人で使う時には、やっぱね、いろいろと欠点は存在するんですよね。もちろん、ダークドリアムが弱いわけはないんですよ。めちゃくちゃ強いんですよ、むしろどっちかといえば。ただ、欠点はあります。おっと、ここで外していく。まず開幕の、ね、ドラゴンがね、外していくというチンジ発生。ね、こちらドラゴンが5匹いるというね、地味に。こちらのパーティー、なんとドラゴンが5体です。はい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 。まあ、こっちは数で攻めれますからね、言ってしまえば。さあ、バグマ行きましょう。ボンガ、吹き抜けるあーい !OK! いいね。普通にこう戦っていくと、さあ、ギガスロー来ます。これがね、6体にヒットするんですよね。だから、ものすごいダメージあります。はい。まあ、こんな風になります。はい。まあ、こちらのチームはね、基本的に蹴散らされるというね。蹴散らされちゃいます、基本的には。天狗切り、OK! はい、OK! いいよ。しっかりやっていこう。こっちも。こっちのチームもね、負けちゃいられないですよ。普通に12歳だけじゃね、面白くないんでね。拳で抵抗しましょうぜ。はい、せーの。はいさあ、まあね、大魔王は2回行動できるんで、その分ね、かなりのダメージが期待できます。まあ、大魔王だからね、ほら、もうこんなことになるんだ、もう。もうね、一旦でね、こっちのパーティーがね、もうこんな風になっちゃいます。さあ、まあ、HP がね、なかなか返せないんですけども、大魔王には欠点が一応あるんですよね。それはもちろん、止まってしまうとダメなんですけど、もちろん、状態上で。まあ、めったに止まんないんですけどね。ただ、大魔王カードはスペシャルカードが使えなかったり、もう一つ致命的なね、欠点があるんですよ。その欠点がね、マジできつくって。まあ、魔人の剣技。ああ、避けてね、誰か。つまり、普通に魔王戦をやり慣れてる人にとっては、白目を倒してると変わらないんですよ。普通に二人プレイに慣れてる人だったら、普通のプレイをするだけで、本当に勝てちゃうんですよね。このベホイミとかで粘ったりすることもできるし、職種によってはね。
それが問題なんですよ。2人プレイの場合はマジでベホイミで粘れるからね。さあ向こうがね、多分そのダークドラマ凍てつく波動になっちゃうからね。そう、魔王の行動がやっぱね固定化されてるから、知ってる人には本当に SP で防がれちゃうって時もあるからね。はい、 OK、まあ、ダークダイムしかし打撃耐性あるんで、本当にねこうやってバトルしててもね普通に強いわ。普通にね勝てるかどうか怪しいっちゃ怪しいね。この3ターン目からねダークダイムがちょっと追い込まれちゃうかなっていう。さあ、さるところは H2 に足切っていく。はい。さあ、次です。これはね、こうなるんですよ。はい。まあ、魔王戦やってる方はもうご存知の通り、つばぜれができるんですよ。その場合、ダークドリアムは絶対止まります。はい、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 はい。あ、間違えた。だから、このつばぜり合いされちゃうとダークドリアはまず動けないし、これで負けた場合粘られちゃうんですよ。まあ絶対勝てるんですけど、これはこうなっちゃうとね、この勇気逃げされちゃうのよ。基本的にはなんか竜王の時も言ったんですけど、あのひどい場合光の玉2回っていう勇気逃げはありえるからね。つばぜり合いで攻撃できなくなっちゃうし、このターンで5体からボコボコにされちゃう。だからね、大魔王カードもね初見殺しはできるんだけどね、あの2人もう相手が2人とも分かってるやつの場合は通じない。ほらもう次のシワの玉で終わっちゃいそうですからね。分かってる人にはやられちゃうんだよな、こうやって次のターン光の玉でもう終わっちゃいますからね。手数が足んないんだよな。2回で強力な攻撃を打てるとはいえ手数が足んない。ただ今回は僕たちがもうこのこっちの EP チームがほとんどもう完全に理解して上で行動してるんで、まあ、勝てるんですよ絶対。ただ最近アップしたね、みんなで激闘とかの時は、多分ね、勝てると思います。これ使ったら。俺勝てないと思うもん。あの使われたら。相方がさ、こういうパーティー組んでくれるわけないからな。多分もうここまで来ると勝ちになっちゃうんですよ。このターンで削り切らないといけないから、ダークドレーム。あ、ミスった。大魔王も基本的には相手の HP を削り切らなくちゃいけない。それはもう、まあ短所と言えるし、長所とも言えるか。大魔王でも削り切れないんですよね。相手が分かってたら。SP が使えないって本当に重要なんですよ。こっからギガスローでもう削り切れないんですよ、絶対。大魔王返しの時期もないしね。あー、こうなっちゃうとね。こうなっちゃうともう無理ですね。それでもダークドラム強いわ。うん。そう、究極ゲームモンスターもこうなっちゃうとね厳しいね。なんかこの展開竜王でも見たんですけど、まあそれ気にしないでください。竜王でも見れましたね、この光景ね。はい、こうなっちゃったら負けですよHP3000 以下に削られた時点でもう負けなんですよね。あ、もうここでねダークドラム、もう一体のダークドラムが出てきます。ここで究極ゲームのオーバースキャンが発生します。はい、オーバースキャン起きました。はい、行きます。オーバースキャンの雷鳴5段階2体目のダークドラムがね、あの私降臨しましたんで行きます、行きます。はぁーダークドラムが、ダークドラム蹴り入れんなや。はい、というわけで今回はね、あの皆さんがねもう待ち遠しいみたいな感じのダークダイムをこっちで使ってみました。
いやもうね、ああスカウトにも出てますけど、まあ別に僕この動画であえて言うわ。まああんま躍起になってねならんほうがいいよ。どうせもうスカバト終わるしね。というわけで今回これぐらい終わります。お疲れ様でした。